が普通のコンサートをやるだけでもライブハウスでやるだけでも大変なのに、野外コンサートって音の環境とかが難しいから、すごい難易度のことにいきなり挑んだんですよね。いやもうこれストレートに聞きますが、どうでしたかって。あと野外の方が難しいんですね。あーまずそこからか。いや本当にそれじゃ分かんない。そうなんだって今思いました。そうもうよく分かんないですね。美香さんそういう説明はしなかったんですか。いや全然しなかった。音をねわざわざ演奏するために作られた建物より野外の方が難しいに決まってるじゃないですか。はいはい、確かに。あ確かにね、うん、なんかもうそこまで頭回ってなかったですね。それ以外のことが大変なことが多いから、うん、そうですね。もう全然わかんないことだらけだったし、ステージもやっぱりゲネとかでやるよりも広いし、なんか縦幅とかも広いから、どう動こうかとかも全部その場リハで1時間ぐらいで全部頭に叩き込まないといけなかったから、考えられなかったですね。もう当日もう他のことを考えて、もう演奏すぎみたいな。なあ、それであのねこう演奏中に、MC してたのが基本的には菅田さんが、あそうですね、ほとんどされてたわけなんですけど、なのであのその時にすげえカンペ見てたんですね。やめてくださいよ。あれでも頑張って覚えたんですよ。覚えたけど、でも確認間違ったこと言っちゃいけないもんね。そうですそうですそうです。だから流れがあるんでね。そうなんか喋り出す時に必ず目線で下見てるんですよ。ういういしいでしょ。ういういしい。ういういしいけど、でもただすごい思ったのは、はい、虚無田さんじゃなかったんですよ。あ本当ですか。やっぱりね、ちょっと声優やらせてもらってるんでね、とうこちゃんにならないといけなかったんで。そうめちゃくちゃ生き生きしてたんですよ。あよかったです。よかった。でその一方で、はい、ね、あの西尾さんはあの元々前に出るキャラじゃないですもんね。あそうですね、うん、後ろで支える、うん、まあ、ザ・ベースの人って感じですね、うんうん、だけど、はい、ぶっちゃけたこと言います、はい、かなり不安な顔しましたね。あ顔ですか。顔不安な顔して演奏してると思います。泣きそう。なんで泣きそう。泣いてる。昨日の今日だからね。うちら弱いよ。映るからやめてください。やめてよ。やめてよ。何でしたっけ。表情とかお互いが見られないんですもんね。そうなんですよ、ね、ちょっとやめてください。その時にでも本当に、あの菅田さんはめちゃくちゃ生き生きしてやってて、で西尾さんはもう本当に間違っちゃいけないっていう必死な顔で。いや本当にリハとなんか違いすぎて、あの、まあ、当たり前のことなんですけど、いやめっちゃ泣いてる。めっちゃ泣いてる。なんかやっぱ当日やって分かることとか結構あって、で何でしょうね、いろいろ考えすぎてパニックにはなった。あなってったのね。あそうですそうです。でも全然演奏は止まってないんですよ、うんうん、途中からは。あなんか何でしょう、ちょっとこれは今考えなくていいとか整理しだして、わりかし冷静に戻ってきた。すごくない。そうだから最初にやったデイライトが一番、あのやってる期間も長いし自信あったんですけど、一番やばかったですね。デイライトやばかったよね。私あの B メロぐらいまでギターの音一切聞こえないで弾いたんですよ。やばくないですか。そうだよね。そう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 、ね、なんかね、一番ビビってたデゲデゲデン聞こえないまま始まって、私はこれ合っているのか間違っているのかみたいなのが分からないままずっと弾いて。あのコンサートのこと説明すると、こうコンサートでああいうでっかいところで、特にライブハウスじゃないと、みんなイヤモニって言ってイヤホンつけてるんですよ。でここに返ってる音ってお客さんに聞こえてる音とは別なんですよ。また、だから僕はお客さんとして聞いてるので、ギターの、おーすごいギターちゃんとやり弾いてました、ちゃんと。あめちゃめちゃ弾きこなしてるって思ってたんですけど聞こえてなかったんですね。そうなんですよ。だから目視か、あと自分の指の感覚を信じて弾くしかなくて、逆に言えば指の感覚でもうなるぐらい練習したってことですね。あ、まあそうなんだ。まあね、ビビりましたね。なんで A メロの途中でこうなんだろう、定位置に戻るときにスタッフさんにギター上げてみたいな、むっちゃ合図して、めちゃめちゃテンション上がって喜んでるんだと思ってた。やばい。違う違う、分かんない人はあの、ね、PA の人を見て自分こうやって指を上げると音量をくれっていう不分率があるんですけど、そうそうだね、上げてっつってこう打ってオッケーみたいな、向こうはテンション上がってたってみたいな、うん、なんて帰ってきて、あようやく、あ聞こえたとか思って、もうどうしよう、これ5曲全部聞こえなかったなと思って全然聞こえめちゃめちゃ聞こえた、めちゃめちゃ聞こえてましたけど、それでも今喋らなかったらみんな気づかなかったよ多分。あ
いいんじゃないですか。リアルに本当に望んでることが分かることが大切。あ、まあ、そうですね、うん、そうですそうです、あそこはね命がけで弾いてるんで、あいささんと一緒に、うん、ね、だから人生もうだから初ライブなわけじゃないですか。 そうですね、それを美香さんはもうあの後ろで見てるわけじゃないですか。もうどういう気持ちなんですか、うん、いや本当に感動するんですよ、自分もやってるのに。なんか結構いろんなシーンでその富士急のコニファーフォレストのその野外夏のステージ、夕暮れ時みたいないろんな要素が混ざって感動、なんか全てが泣かせてくるんですよ。景色とかすごい綺麗ですね。そうそうそう、で、うん、ライブができてるっていう幸せをかみしめて、でメンバーもいてお客さんも入ってて、でライブビューイング見てくれてる人もいて、なんか感極まりそうになっちゃうんですけど、でも1曲目とかでそんな号泣してたらえってなるじゃないですか。出てきたと思ったらでえってなんか後ろで泣いてるのにひなちゃん戻ってきてこんなになってたらなんでこんなになってなんかなっちゃうから結構ここは今私はつくしちゃんでモルフォニカがライブしてるっていうのをこうずっと入れながら演奏してました、その日は、昨日その日は昨日です、昨日で、これで今みんなで喋ってるのを聞いてると、昨日終わってからまだ5人で感想をゆっくり言ったりとかしてないんで、あ、もう楽屋でしました、うん、しましたしました楽屋でした、はい、でもそれでも知らないことがでもあった感じですよね。まあそんなめっちゃゆっくりとはできなかったり、もう次の10月が待ってるので、うん、もう10月の話にすぐなっちゃって、ね、10月の7日にと、ガーデンシアターでしたっけ、はい、はい、そうです、はい、ライブワンマンでするので、うん、もうそっちの方に行って終わったから気持ちが、うん、あれやばくない、これやばくないとかっていう、どの曲難しいみたいな話ずっとしてましたねっていう話になりましたね。プロスポーツチームもうちょっと思い出かみしめてもらってもこちらとしてはいいかな。でまだアンコールも終わってないまま間違ってますよね。いやでも僕なんかはそれこそお客さんとして見てたので他にも気づくこといっぱいあって、最後のこう、はい、MC は全部本当にバンドの世界から出てきてないんですよね。そうですね、はい、キャラクターとしてまだ自由にね喋る余裕は多分ないだろうし、はい、っていうんで、すっごいこう菅田さんがちゃんと読んでる時に最後の MC まだそれやんなくていいはずなのにずっとF のキーをずっと押してた。いや演奏しない時は別にいいだろうに、う、ね、MC 中もずっと F っていうのずっと次はこれみたいな F から始まるんだなって分かるんですけど、もうこういつ始まってもいいのに、はい、MC してるんだから自分がやめなきゃ始まらないよ。そうなんですよね、不安なんでねずっと抑えてましたね、なんか気づかない間に、うん、だってひと時もさ休まる時間なかったじゃん、ずっと喋ってで MC はやばかったし ね、そうMC 終わったと思ったらまたね曲始まっちゃうし、曲始まりがギターが多くて、うん、多いね、うん、やめてアサさんにしてとかって言ってたそうそう、なんで抑えてましたね、うん、あとお二人はどうだったんですか、あとおやささんと新藤さんはどんな様子だったか。でもおやささんも緊張してるとか言ってたけど、うん、バチバチかっこよかったし、うん、すごいね、おやさんもどうとしてたし、本当によくすごいなって、うんうん、おやさちゃん異常にやっぱりこう本番慣れしてるというか一人堂々としてて、うん、カメラが来ると 100% カメラ目線っていう、うん、美人がバチバチ決めてくるみたいな状態だったんですけど、うん、めっちゃ頼りになりましたね、うん、そして最年少新藤さんは、いや、うん、本当にすごい背中を見て、ね、あ、この子はやばい子だなと、うん、やばいっすよね。そうで、なんか多分これ言わない方がいいのかな、本番前とかも木に向かって歌って練習したりしてるのを実は私見てて別に言っちゃいけなくないなんかなぜ木に向かってなの、多分あんまり人に見られたくないのか、本当にギリギリまで練習してて、うん、でもう始まったらもう堂々となんか、あ、こんなに頼もしかったんだって思って、うんうんうん、すごいですよね、やってのけたというか、すごかった、うん、全部自分でああいう振り付けとかも考えてきてやって、うん、別に誰に相談するわけでもなくやってきてるから、うん、すごいなって思いますね。でそれで本当にお客さんから見たら初めてとは思えない、しかも野外で難しくて4000人とか見てるんですよ、うん、そんなデビューライブないですよね、うん、全然、うん、ないです、ね、ないです。で終わってみんな下がるじゃないですか、はい、下がった時はどんな感じだったんですか。終わった
っとした終わった誰が一番テンション高かったとかあるんですか。テンション高かったうおとか言ってる感じはなかったよ、ね、もうなんか別に後ろで泣いてるとかそういうこともなかったわけですか。まあその後なりましたね、いろいろとね。そうなの、その後のいろいろありましたね。なぜはぐらかすそこだよ。もうバンドリーマーが聞きたいのはそこですよ。あ、その後にもうこの段階で出てるかちょっと分かんないですけど、モルフォニカルっていうあの YouTube のドキュメンタリー番組を作っていただいてて、それのインタビューとかをしてたんですよ。5人全員でやったり、あの個々1人ずつにインタビューしたりとかあってね。はい、思いっきり泣きました。杉田さん号泣うーっつってそっちはそっち、ね、本当に泣いちゃいましたね。終わってほっとしたんで、はい、西尾さんは。私は多分皆さんにはバレてないけど、バレてるよ知ってるよ。めちゃくちゃ泣きました。あの5人の時は泣いてないんですけど、1人のインタビューで爆泣きしてで、あとあまた泣いちゃっただからすごいメイクさんに何回もメイク直してもらっちゃってはいって感じです。そうでもね、多分影で泣くタイプなんだろうなと思ったからあんま触れなかったですけど。おー、杉田さんの優しさが。そうなんですいや、じゃあそれに対してあのまあね、初めてのライブでそれだけのハードルを超えたらそれは感動すると思うんですけど、みかんさんは聞かれたわけですよね。あ、私はこの流れで言うのちょっとあれなんですけどめちゃくちゃ楽しくていいこと、いや楽しかったって終わって横見たら泣いてるからあ、なんかそうそうあれって思って、みかさんの次が私のターンでどうでしたかって来た時にブワーって私もなんかそういう風なコメントすればよかったって思っていや本当のこと言えばいいですよね。そうでも楽しいの一つ、私はその日にみんなのこあの心強さっていうか、なんかそのみんなのパワーをすごく感じたので、それがとにかく嬉しくて、あ、なんかバンドってすごいいいなと思って、で私が支えてもらったことが結構あったので、なんかあ、みんなこんな、なんかなんだろう、え、なんか今感極まってきてこんなにあのみんなで同じ方向を向いてあの一緒に頑張ってきてる仲間と一緒にこのステージに立ててめちゃくちゃ嬉しいし幸せで楽しかったなって思った次第でございますありがとうございます。そうするとね、あの10月の7日結構もう手の届く、ね、未来にあるわけじゃないですか、はい、むしろもちろん何とかしなきゃいけないみたいなことも多分考えてるんでしょうけど、うんうん、楽しみは楽しみですよね。まあ楽しみですけど、楽しみが100あるんです、マックスなんですよ、うん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 、だけど不安が1万ある。わかる今まだ天秤がすごいですね。そう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 、タックスは100なんで、うん、楽しむの多分5年後ぐらいになりそうな気がする。そんな気がする、うん、あんだけなんかやってたんですけど、笑ってたんですけど、笑うのに必死でしたからねそう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 、うん、あ、でもそこは多分こうさすがに1万も不安は美香さんはないんでしょうね、きっとね。1000ぐらいですか。そうだね、1500もうちょっとマジですかいや、あの何より期間が結構今回短くて、うんうん、曲数もきっと結構増えると思うんですよ、うんうん、ワンマンですもんね。で、なんとその今までやった曲とかは全部最初の富士急のライブで実は出し尽くしていて、うん、あとはこの短い期間でその曲数をみんなで頑張るっていう任務があって、もう修行みたいですよねなかなか普通のバンド一本でやるぞっていう人でもこんなことなかなかないので、なかなかないっていうか逆にないあ、そうなんですね、うん、だからそれを、でも私はそれがみんなでなんかよりシビアにみんなでこう力を合わせていいライブができるんだろうなっていう楽しみが2000あるから。おー、すごい、うん、早くやりたいなって。あれ、ちょっとまだ待っていた。伝わってくるのはあと半年ぐらいそうですね